川崎フロンターレ対ガンバ大阪、こちらをご覧いただきます。チームの勝利を願ってやまないサポーターの声援がスタジアムを包み込んでいます。素晴らしい雰囲気の中始まる今日のゲームです。天候ですが今夜は曇りの模様、予報ではこの後雨ということで試合中天候の変化もありそうです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしく。アウトまで来た、スター先制、フロンターレ。前半まだ始まったところ、いや、いきなりですよ。アーティスティックなクロスが頭に届いた。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。さあ川崎、今日先制はこの早い時間でした。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。石毛、ジェジエウ、このボールをカットします。スタジアムの上、来た、ミドル、止めた。素晴らしい反応でした。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ダワン、ここは奪います。おっと、さあ左サイドへ、瀬川、中折り返した。瀬川、田辺、前半29分が過ぎました。川崎はこのファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。入りから非常に良かったですよね。結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。ダワン、いけるか、シュート、なんと止めた。脇坂、この試合アシストを記録しています。川崎としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。瀬川、前半のこのゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしく。アウトまで来た、スター先制、フロンターレ。前半まだ始まったところ、いや、いきなりですよ。アーティスティックなクロスが頭に届いた。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。さあ川崎、今日先制はこの早い時間でした。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。石毛、ジェジエウ、このボールをカットします。スタジアムの上、ミドル、止めた。
素晴らしい反応でした。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ダワン、ここは奪います。おっと、さあ左サイドへ、瀬川、中折り返した、瀬川、田辺、前半29分が過ぎました。川崎はこのファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。入りから非常に良かったですよね。結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。ダワン、いけるか、シュート、なんと止めた。脇坂、この試合アシストを記録しています。川崎としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。瀬川、前半の、さあ左サイドへ、瀬川、中折り返した、瀬川、田辺、前半29分が過ぎました。川崎はこのファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。入りから非常に良かったですよね。結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。ダワン、いけるか、シュート、なんと止めた。脇坂、この試合アシストを記録しています。川崎としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。瀬川、前半の41分を回りました。上がっていく左サイド、瀬川、ここは競り勝ちます。半田、ここでレフリー笛を吹きました。